こんにちは、会長です。冒頭の HA 見ましたか？ツイッターで見かけて真似してみたんですけど、やばいね。普通に簡単にできるっていう。全然飛ばんやん。そう、概要欄に僕が参考にした動画貼っとくんで、いや誰が最初に見つけてたのかはちょっと知らないですけど、まあ、僕が見たやつとりあえず貼っとくんで、まあ、よければ参考にしてください。よいしょ。一旦 C 行ってみるか。はい。うわー、ギルの数字もらっちゃった。出来やばー。なんでこれ、あ、そっか、レイヤーも情報されてんだよね。そう、いろいろね、情報されてきたら使っていきたいところではあるんだけど、なんか、まあ、もしかしたら修正される可能性もね、なくはないんで、一旦この動画あげました。グレーもなんかリッチからいけるらしいっていうのも見たんですけど、成功しなかったんで、僕結構やったんだけどね、マジでむずすぎたんでちょっとやめました。コツとかあったら教えてください。やばいだろこれ。なんかギルガメッシュの周囲がかっこいいっていう話を聞いたんですよ。ちょ、アンサーあるからさ、いけないんだよね。オッケー、やれる。で、キル入ってるんで、HS もたまりそう。うわ、遠距離と相性いいよな。こかせれば、HS 拾えるから。で、1戦目のデッキが、なんか個人的に一番使いやすいなって思ってます。まあ、普通にポチタ4か、最強だしな。で、まあ、極死竜もあんだけど、ショックウェブの方が、やっぱ HA つなげやすいんで、これやれる。オッケー。これもやれる。これも削れる。オッケー、素晴らしい。勝ちじゃないですか。いや、マジで火力高いね、この HA。てか体力1万って攻撃力1900超えてるんで、やばいでしょ。まあ、数が多いけど、ちゃんとガチキャラな方だよな。情報でね、しっかり強くなってる気がする。いや、かっこいいっすよね。2戦目やっていきましょう。2戦目は昔流行ってたセイバーのデッキやっていきます。いやー、でも大会の中からとかセイバー出てくるのかな、あの技できるんだったら。まあ、ドアも加速もなしにね、いけんのやばいよね。あれ、初動間に合うのかな。10秒、怪しいところではあるけどね。あれ、ゲネラールは吉。あまりにも硬すぎるんだが。お、ナイス。まあ、とりあえず手前耐えれればいいかな。え、なんか味方強い。なんか強そうだし、後ろ広げとこう。まあ、マジ支流可能でも、もちろん強いと思う。まあ、支流でこかして、HA つなげてっていうやり方できるんで、全然ありなのかなって思いますけど。うん、
まあでもアダムでもできることだし、まあ、マジフルガンだったらオミも強いし、まあなんかセイバーらしさがあるかって言われたらちょっとわからんかもしんない。もう耐えてる。マジかよー、何その罠。あ、毒穴か。こかしたか。いい感じですか。どうですか。あー、ナイス、当ててる。削ってあげて。オッケー、やれるんじゃない。危な、いやー回復したいな。ちょっと当てれればいいんだけど、あれあー、じゃあ今ちょっと猫からもらいに行こっかな。オッケー。あー、え、めちゃおるやん。どうした。あ、ごめんなさい。よいしょ。とりあえず当選帽子とこうって思ったけど、あれ、なんか似た手決まってます。じゃあちょっと虹いただきますね。C にいるんでもらえそう。待って、やめてほしい。本当にごめん、本当にごめん。こっちかよマジかよやられた。しかもめっちゃ味方煽ってるし。え、これどっち。ガンナーの人か。いや、まあうまかったけどさ、嫌いな人でもいたんかな。はい、ラストはカチカチで来ました。なんかセイバーといえば攻撃と防御なんで、なんかセイバーらしさを出すんだったらこんな感じのデッキなのかなとは思うんだけどさ、どういうこと。よいしょ。おっと、これ拾えそうやな。あざっす。もう半分も溜まってる。オッケー。なんかめっちゃ頑張ってるね。オッケー、もらってって、どこ行った。これももらってって、あっ、いける。一応触ってみるよ。取れるんちゃう。ナイス、触れる。どこ行くねん。ナイス、すげえゴリ押しいけたな。すげえゴリ押しだったな。うん、まあ、そんな感じで普通に使いやすいわ。まあ、ちょっと中から起こなかったんですけど、なんかめっちゃスムーズに勝てました。ありがとうございました。